中、沢忠田は、福井県福井市出身の元プロ野球選手。鶴ヶ家飛行では、内海哲也やり敬一らと共に2年秋の福井大会、北信越大会で優勝を果たし、翌年の第72回選抜大会への出場を確実とした。また、第30回明治神宮野球大会高校の部においては、協力打線の主軸として全試合で安打を打つなど、 活躍し準優勝。ちなみに、秋の県大会、北信越大会においても全試合で安打を打っている。背筋力 280kg 以上、50m6 秒台前半、遠十 120m といった高い身体能力で、走行種すべてを兼ね備えた、超高高級内野手として注目され、上位指名確実と言われていた。2000年度ドラフト会議にて、 中日ドラゴンズから7位指名を受けて入団。プロ入り後2年間は1軍出場はなく2003年に、ようやく1軍へ、昇格、10試合に出場する。翌2004年は、落合新監督の右の主砲候補6人の1人に、挙げられ10試合に出場した。しかし、2005年シーズンは1軍へ昇格できずに、終わった。結局中日在籍5年間で20試合のみの、 出場に止まり10月2日に、球団から戦力外通告を受ける。その後12球団合同トライアウトに参加。福岡ソフトバンクホークスからオファーがあり周期キャンプに参加。11月16日に無償トレードでソフトバンクへ移籍。2006年2軍で打率。406の高成績を残し、46試合に出場。プロ初ホームランも記録した。 プレーオフでも活躍し、第2ステージ第2戦では、日本ハム先発、八木智也からチーム唯一の2安打を放った。しかし3回表1死2塁で2塁走者の時に、牽制し、また9回裏に2死1・2塁で、稲葉厚式の中堅に抜けそうな打球を候補したものの、難しい体勢だったこともあり、送球が逸れて2塁セーフ。その間に2塁ランナーの森本木明が、 一気に生還し、さよなら負け。この瞬間ソフトバンクのプレーオフ敗退が決まった。結果を左右した大きなプレーだっただけに試合後は、最後の守備が、と絞り出すように話すのがやっとだった。2007年、2軍の手法として、ウエスタンリーグ2位の打率、319、6本塁打を記録。内野の全ポジションで、それぞれ10試合以上起用されて、 ユーティリティーぶりを発揮した。しかし、一軍では、本田ダ一のレギュラー定着もあり5試合の出場で、無安打に終わった。2008年、4月13日の対埼玉西武ライオンズ戦の9回裏に、大沼工事から左翼後への適時に塁打を放ち、プロ入り初のサヨナラ安打を記録した。このシーズンは工場で本塁打以外べての成績で、自己最多を記録した。2009年、 不勝離脱の松田信弘に代わり開幕直後に1軍に招集されたが1試合出場のみ2軍でもコンディション不良に苦しんだ2010年2軍で打率324と高成績を残した優勝争いの中の9月に1軍に呼ばれた2011年6年ぶりの1軍出場なしに終わった2軍で規定打席に達したが打率 2 0 9と成績を残せなかった。2012年、1軍で9試合に出場したが、10月7日付で戦力外通告を受けた。その後、11月9日に1 2球団、合同トライアウトを受けたが獲得に乗り出す球団はなかった。対談後は2014年7月に田上秀則と共に大阪市内に T クルーというバーを開業した。 ありがとうございます。